江島駅は愛知県豊川市東上町丸塚にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。豊橋駅と辰野駅を結ぶ JR 飯田線の中間駅の一つであり、豊川市北東部の市宮地区に位置する。駅名にある江島は所在地の地名ではなく駅南側を流れる豊川の対岸にある地名で、当駅は東上駅と同じく東上町に所在する。 1926年に豊川鉄道によって開設された。その後国有化を経て、1987年の国鉄分割民営化により、JR 東海の経営に移っている。豊川鉄道時代の駅名は江島渡であった。江島駅を開設した豊川鉄道は、現在の JR 飯田線南部にあたると橋し、大会館を運営していた私鉄である。 江島駅を挟む三河一宮から新城までの区間は1898年に開通するが、その際、江島駅はなく20年以上を経た1926年11月に開設された。開業時の駅名は、江島渡る停留場で旅客専門で貨物営業は行わない駅であった。1943年8月、豊川鉄道線は買収。 国有化され、国有鉄道飯田線が成立する。これによって、国有鉄道の駅となり、駅名も現在の江島駅に変更された。以降大きな変化はなく、1987年4月の国鉄分割民営化を迎えて、JR 東海に継承されている。単式ホーム一面一線の地上駅。列車交換はできない。起点の豊橋駅から見て、 最初の交換不能駅である。駅員が配置されない無人駅であり、管理駅である豊川駅の管理下に置かれている。かつては駅前の商店に乗車券の販売を委託していた。駅構内にはトイレは設置されていない。2017年度の乗車辞任は合計24,147人で、1日あたりでは66人であった。近年では 1>, 1日あたりの乗車辞任は以下の通りに推移している。江島駅には豊橋方面、飯田方面の双方とも1時間あたりおおむね1.2本の列車が停車する。停車する種別は普通列車と上りのみに設定されている快速列車の2種類。特急、稲炉も通過する。駅名の江島は江島橋を越えた豊川佐岩の地名である。江島駅バス停、停留場とは 点鉄機が設置されていない駅を指す種別である。当時、私鉄のみに存在した。ありがとうございます。